ボートレースアシア、今朝早くは雨がパラパラとしていましたが、現在は雲の間から青空見えています。風は北東の2メーター、ホーム向かい風、気温は8度。初日の戦いは第2レースを迎えています。1号艇長崎の樋口亮、2号艇佐賀の貞松勇樹、3号艇福岡の渡辺由美、4号艇佐賀の宮地元樹、5号艇福岡の池永太志、6号艇福岡の石川真嗣、以上のメンバーです。今しっかりと1号艇樋口亮、芦屋は約2年ぶり、初日この小枠バチッと決めますか。2コースは6号艇の石川真嗣が入ります。直前優勝を飾り上々ムード、2コース戦。3コースが2号艇貞松勇樹、昨年は当地で開催のオールスターで SG 初出場に V7 と飛躍の年。4コース角は3号艇渡辺由美、今節4名の女子レーサーが参戦、そのうちの1人。5コースに入るのが4号艇の宮地元樹、そして大外が5号艇の池永太志、3対3です。1番6番2番3番4番5番の並び、スタートしました。予選競争の第2レース、3号艇の渡辺由美がいいスタート。出ていく3号艇の渡辺由美、内手飲み込んでまくっていく、そのまま主導権奪いました。スタートは前提正常でした。角4コースからトップスタートをまくった3号艇渡辺由美が先頭、その後ろ2番手は5番、4番、6番、2番が並んで2マークの攻防戦。先頭は3号艇の渡辺由美、2番手の争い握る2号艇の貞松、内側から5号艇の池永流れ、2番手リードは2号艇の貞松勇樹、その後ろ3番手に6号艇の石川真嗣。レースは2周目と入りました。先頭を走るのは3号艇の渡辺由美、向こう正面です。2番手、2号艇の貞松、アクシデント発生。2番手上がってきたのが6号艇石川真嗣、3番手に5号艇の池永太志です。上位3艇が3番6番5番の体型と変わっています。なお2号艇の貞松勇樹、転覆のため失格、2番は転覆となっています。2番からホーム側上位陣が折り返します。台形は3番、6番、5番。レースは最終周回です。後続に1号艇樋口亮、4号艇の宮地元樹となっています。自己艇を避けての旋回、先頭は3号艇の渡辺由美、2番手に6号艇の石川真嗣、3番手は5号艇の池永太志、3番、6番、5番。この決着、3連単のオッズは満周券290倍となっています。最終コーナー、先頭は3号艇の渡辺由美、綺麗なまくり決まりました。2番手6号艇石川真嗣、3番手は5号艇池永太志でゴール。先頭3番ゴーリン、6番ゴーリン、5番ゴーリン、1番ゴーリン、4番ゴーリン。なお2番は転覆のため失格となりました。